北海道の暑い日、旭山動物園では動物たちに氷のブロックがプレゼントされました。特に喜んだのはホッキョクグマ。しかしその姿は思わぬ騒動を巻き起こしました。彼は氷のブロックを受け取るとサングラスをかけ、シャツを着てかき氷を作り始めました。すべての動物たちは彼の周りに集まり、一緒にかき氷パーティーを始めました。パーティーが盛り上がる中、ホッキョクグマは急に立ち上がり、氷のブロックで作った滑り台を滑り始めました。しかし、その滑り台は彼の重さに耐えきれず、最後にはバケット破壊しました。ホッキョクグマは滑り台の上からズボンまで脱ぎ落とし、その場にいたすべての動物たちが大爆笑しました。